はい、皆様こんにちは、こんばんは、グリード鈴木でございます。プレイステーション2、PS2 版の、カルタグラ魂の苦悩、こちらの続きをやっていきたいと思います。で前回ね、非常に長い、シューゴとユラの、出会いの回想シーンがありましたけれども、はい、シューゴとね、ユラが心を通わせていたということを、カズナに、ついに、話してしまいましたね。はい、光月圭一郎、まあ、ユラとカズナの父親ですね、彼に、事の真相を問いただそうと、厨子の家に、シューゴとカズナ二人で、向かっている最中の、列車の中で、ついにシューゴはですね、カズナに全てを打ち明けました。はい。光月圭一郎の依頼は、実は茶番だったんだよ、ということ。で、さらに、光月圭一郎は、ユラについて何やら隠し事をしているよと。まあ、それは、どうやら、光月圭一郎が、ユラを、どっかに、なんだろう、幽閉でもしてたんじゃないかと。まあ、それは、近隣住民の噂で、狐に疲れたじゃねえかと。まあ、なんかそういう評判が立ったからで、うん。まあ、一体、ユラの身にね、何が起きたのかというところは定かではないですが、どうも、光月圭一郎が、ユラを、なんだろうな、なんか、煙たがっていたということではあるようですよね。うん。まあ、その辺の噂話もあって、まあ、厨子の家に、まあ、真相を問いただそうと、カズナと二人で乗り込もうというところだったんですが、まあね、ユラと実は心を通わせていたっていうことを話してしまったがために、若干、カズナと、シューゴのね、関係が、ちょっとね、気まずい感じになってますね。はい。なんか、途中まではね、非常に、シューゴも、カズナも、なんかお互いに素直に気持ちをね、出し合って、なんか、中学生かお前らっていうような感じの、なんかね、見てるこっちが恥ずかしくなるような、なんかそんな会話をしておりましたが、はい、若干気まずくなってしまって、そんな列車は厨子の駅に到着したと、いうような、状況でございます。はい、こっから先、果たしてね、シューゴとカズナの関係はどうなっていくのか。また、厨子の家で、光月圭一郎は、ユラについて何か語ってくれるのであろうかというような、はい、そんな、展開が、待ち受けている今回のパートということになるかと思いますので、ご一緒にね、読み進めていきたいと思います。はい。10日前と同じ道。背の低い、うわ、なんだ。なんかに覆われた雪道をマフラーの襟を立てて歩く。風に舞う粉雪の中、俺たちは無言だった。これでいいんだ。俺は内心でつぶやいていた。過去にユラを裏切った俺がカズナに惹かれるなんて、実に馬鹿げた話だ。だから、これで。そんなことを考えているうちに、雪道は光月家へ向かう曲がり角に差し掛かった。まあね、過去にユラとの関係を、まあ、打ち明けたところで、
なんでそれでカズナとの関係が終わってしまうのかということですよね。まあ、シューゴは勝手にそう思っているようですが、見覚えのあるバス停、10日前カズナと初めて会った場所だ。そうだな、カズナ、今夜は光月の家に泊まってくれ。ここからならもうすぐそこだろ。うつむいていたカズナは俺の方を向いて、シューゴさんはどうするんですか。なぜか切迫した口調だった。そうだな、俺はその辺で宿を探すよ。こんな時期だからすぐに見つかると思うしな。そうですか。カズナは一人でしきりにうなずいていた。何かを決意したようなまっすぐな瞳、その真剣さに俺は気圧されたような気持ちになってしまう。カズナは？そしてカズナは口を開いた。一つ聞いてもいいですか？シューゴさんが優しくしてくれたのは私が姉に似ているからですか？いやー、厳しい質問が来ましたね。そこんとこどうなのよ、シューゴっていうとこですよね、これね。カズナの意図がわからなかった。わからんのかい。だから素直に答えた。そんなことないよ。俺が優しかったって言うなら、それはカズナと一緒にいるのが楽しかったからだ。カズナの純粋さ、まっすぐな気持ち、何よりもそれが俺には眩しかったから、何よりも愛しく思えたから。よかった。するとカズナはそう小さくつぶやいて、それだけ聞ければ十分です。私はシューゴさんと一緒に行くので、今夜は家には帰りません。これはねえ、なんでしょう、あの、男なら一度は言われてみたいセリフの一つかもしれないですよね、女性にね。今夜は家に帰りませんみたいな、今夜は家に帰りたくないのみたいな。ちょっとそれとは違いますか。そうですね。すいません、失礼いたしました。まるで舞台の上の彼女のように堂々として自信に満ちた態度だった。シューゴさん、今夜一晩よろしくお願いします。何をよろしくお願いされるのだ。と深々と頭を下げる。は？一瞬頭が空っぽになった。そうね、それはそうだね。カズナの言葉と行動はあまりに俺の想像したものと違っていて、シューゴさん、どうしたんですか？旅館ならこっちですよ。こんな寒い夜ですし、温泉でも入ってゆっくりしましょうよ。俺の手を引いて歩き出そうとする。ちょっと待て、カズナ。お前、さっきの話を聞いていなかったのか？俺はお前の姉と付き合ってたって。はい、それがどうかしましたか？いや、どうって。まっすぐに問い返されて、俺は言葉に詰まる。それは確かに驚きました。ちょっとだけ胸が苦しくなったし、でも全部昔のことですよ。二人に対する私の気持ちは変わりません。カズナ、あ、もしかしてシューゴさん、今でも姉さんのことを思っているんですか？
あるかも。かわいいな、カズマな。そんなんじゃない。カズナの能天気な反応につい言葉を荒げてしまう。ユラが変になったのは俺が原因かもしれないんだ。昔助けを求めていたユラを俺が裏切ったから。だからシュウゴさんは姉さんを探してくれたんですね。その時のことを謝るために。それはそうなんだろうか。わからない。何度も自問したが答えは出なかった。ここっすよね。シュウゴ、お前はっきりしろよみたいな。カズナを目の前にして、このなんだろう、どっちつかずな考えというかね、なんか考えがまとまらないシュウゴね。まあこれはどうなのと。本当はやっぱりユラのこと引きずってんじゃないかとか、いろいろこう想像しちゃいますよね。私、シュウゴさんが好きです。ドストレート。だから、姉さんを見つけたいと思う理由がもう一つ増えました。シュウゴさんが姉さんに謝りたいと思っているなら、私はそのお手伝いをします。そのためなら私、どんなことでも頑張れる気がするんです。そしてカズナは照れたように笑った。お前ってやつは本当に。それ以上は言葉にならなかった。だから俺はカズナを抱きしめた。もう何かっちゅうとすぐ抱きしめるんだよね、この男ね。本当に。もう可愛いね、これね。強く、強く、また壊れる。この腕の中のぬくもりを二度と離さないように。いやいやいや、お前、雪が降ってるさなか何しとんねん。はい。なんとなんと。久しぶりに会ったと思ったら、とんでもない場面に出くわしてしまったね。あれ、やきもち焼かないの、ナナ。さすがに邪魔をしては悪いと黙って見ていたんだが、まったく君たちの奥手ぶりにはイライラさせられたよ。ナナさん？いやいや、カズナ君、そんなに慌てて体を離さなくても構わないよ。なんだか邪魔したようで僕の気が引けるじゃないか。ショックを受けてカズナが硬直した。おい、ナナ。毎度毎度、お前はどうして俺の行く先々に現れるんだよ。おやおや、シュウゴは自意識過剰だな。
このセリフあれですね、前世の周吾も聞きましたね。ただ場面は上野駅前でしたけどね。偶然に決まってるじゃないか。だいたい僕は昨日からこの町にいて、もうすぐ東京に帰るところだよ。昨日から？つい先日、ひょんなところで物輪法の変形門を見つけてね。出ました。これ、前世の集合の時にお話ししたかと思いますけども、実はこれかなり重要な情報ですので、はい、心の片隅に留めておいていただければと思います。はい、物輪法の変形門、その関係もあって奈良橋家ゆかりのこの土地に調査に来たんだ。はい、奈良橋家ね、物輪法の変形門、奈良橋家。はい、つい先日、ひょんなところで物輪法の変形門を見つけてね。はいはい、ね、前回のパートでありましたね、七支店がね、はい、火曜学園の礼拝堂を警察たちがいなくなった後に、何やら調べていましたね。はい、で、物輪法の変形門を、はい、見つけてましたね。はい、あれが物輪法の変形門だったようでございます。はい、まあれは何なのかというところなんですけども、はい、まああれが何なのかはともかく、あれはどうやら奈良橋家の、家紋のようなもののようですね。物輪法は奈良橋家の家紋として有名だし、加えて家の家の家業は代々薬作り、つまり科学の都だったりするんだね。はい、科学の都だったりするんだね。薬作りをしている家だと、家柄だということで、はい、この辺がですね、もう終盤最後の方ですかね、聞いてくるので、はい、ぜひとも覚えておいていただけたらと思います。は？相変わらず何を言っているかわからない。はい、まあこの時点では何言ってるのか本当わかんないですよね。ただまあナナがね、何やら裏で動いていると、でなんか変なものを見つけて、まあ、それを手がかりになんか調査をしているというところは、はい、まあまあこの時点でもわかるかなというところですよね。シュウゴは本当に無知なんだな。まあ人間欠陥が多いほど魅力的だと言うしね。好きだよ、シューゴのそんなボコボコと穴だらけのところ。実際カズナ君もそうなんだよ。ボコボコと穴だらけなところ、まあその通りなんですよね。は？いや、その突然話を振られてカズナが見苦しくうろたえる。してるは言ってなかったと思うぞ。はい。ナナさん、もしかして全部ご覧になっていたんですか？不気味な笑顔だった。二人ともすごく可愛かった。恥ずかしながら見させていただいた。ショックを受けてカズナが硬直した。2回目ザー、いい加減にしろ。カズナ、もうこいつを相手にするな。話してるだけで頭が変になる。行くぞ、俺たちは急いでいるんだ。
カズナの手を引いて歩き出す。仲睦まじくて羨ましいな。この件が片付いたら、ぜひ僕も仲間に入れてほしいね。いいだろ、カズナ君。いいから相手にするな。シューゴはウブだな。俺たちは振り返らず先を急いだ。粉雪の舞う夜の、歩道に妖怪の笑い声がいつまでもこだましていた。はいはいはい、まあ上野駅と展開はほとんど一緒ですけどね。前世に見た光景とほぼ一緒でしたね。ただ場所が逗子だというとこで。さて、まあパソコン版だと、はい、民宿に二人で泊まる、はい、同じ展開ですよね。まあただ、PS2 版なので、はい。まあ、何事もなく終わるのかな？部屋についてしばらく経って、どうした？ん？カズナ、座らないのか？部屋に入ってからカズナの挙動は変だった。両頬を朱に染めてもじもじと立ちすくんでいる。あ、いえ、おいおい、カズナ、そんなに顔を赤くしてどうしたって言うんだよ。なんか勘違いしているような。いや、というかするなという方が無理だろう。だってあのお部屋って一緒なんですよね。はい、そういうことに、なっております。緊張している。なんか見てて楽しいぞ。はい、こういうとこが集合良くないとこですよね。悪い癖というかね。はい、少しからかってみようか。出たね。こういうところがね、いかんですよね。俺はそんないたずら心を心に浮かべながらカズナを見上げた。嫌なのか？嫌じゃないですけど。予想以上の反応が返ってくる。なんか楽しいぞ。俺はとりあえず続けることにした。それはよかった。でもお布団が一組しか敷いてなかったりするんですけど。嫌なのか？嫌じゃないですけど。それはよかった。よくないですよ。それじゃ何ですか？私に覚悟を決めろと周吾さんはそうおっしゃるんですね。何を言っているかわからないが、カズナの言いたいことだけは完璧に伝わった。どっちなんだよ、言いたいことがわかんねえが、わかったとか。まさかここまで思い詰めるタイプだったとは。もうちょっと遊んでみよう。もう最低だよね、この男ね。ほんと最低だと思う、この男。まあ、そうなるかな。平然とうなずかれてしまいました。もしかして、これは決定事項、すでに逃れられない運命ですか？
すごいテンションだ。俺は突っ込みたいのをこらえながら、もう少し続けてみることにする。さあ。はい、わかりました。たった今、私、覚悟が決まりました。そしてカズナは拳を握ってこちらを見た。私、お風呂に入ってきます。妙に気合を入れてカズナは俺を見ている。いかん、本気だ。冗談だ。俺はぼそりとつぶやいた。へえ。こう最低だよね。もうほんと高城周吾、ほんと最低だと思うよね。これ多分視聴者の皆さん、本当にここは同意してくれるんじゃないかと思いますけども、ほんと最低だと思いますよね、この男ね。ひどいよね、ひどい。俺の言葉に答えるようにカズナは大きく目を丸くしている。だんだんと頬を膨らませてきている。あ、少しやりすぎたかな。俺は名前を呼んだ。カズナ？カズナも答える。シュウゴさん？わなわなと肩を震わせていた。どうした？バカ！痛い。痛い。コントローラーが震えました。思いっきり頬を叩かれた。まあ当然ですよね。まあこれは自業自得ですよね。からかいすぎたか。後で謝るとともに、お布団をもう一つ敷いてもらっておこう。俺はそう思うと、ゆっくり腰上げて、お風呂に行くことにした。ね、最低男でね。雪城のような露天風呂というわけにはいかなかったが、それなりに凝った作りの浴場だった。俺はゆっくりと温まり、一日の疲れを癒した。とりあえず、後でカズナに詫びないとな。はい。どうやら朝を迎えたようでございます。チャラララッタッタン。シュウゴさん、起きてください。まあ、パソコン版と違って、はい、何事もなく、どうやら朝を迎えたようですね。朝ですよ。バサリと掛け布団が取り払われた。はい、おはようございます。シュウゴさん、目が覚めましたか？見るとカズナはすでに着替えも済んで、出発の準備も完了している様子。なんだよ、やけに早起きなんだな。当たり前です。お化粧やら何やら、いろいろと女の子には支度があるんですから。へえ、カズナの化粧ね。何ですか、何か文句でも？だってカズナは素顔でも十分可愛いからな、必要ないだろうと思ってさ。いや、本当ですか？いや、単なるお世辞だけど。あ、いやいや、またコントローラーが震えました。脇腹をしたたかに蹴られた。蹴られた？あれ、げんこつじゃねえんだ、蹴りなんだ。蹴りか。いや、蹴りが飛んでくるとは思わなかったね。くだらないこと言ってないで、さっさと布団から出てください。さっき旅館の人が朝食ができてるから食堂まで来てくれって言ってたんです。そんなことをいきなり言われたんでさ、俺はポリポリと頭をかいた。自慢じゃないが、俺は寝起きの悪さにかけては定評がある。ほんと自慢じゃないな。もうこの人は。
に癒したのか、カズナは俺の体を布団から引っ張り出した。ほら、浴衣、自分で脱いでくださいね。そんな無理だって。部屋が寒すぎるよ。またコントローラーが震えました。いつ？脇腹に拳がめり込んだ。じゃあ、ほら、手伝ってあげますから、腕を後ろに回して、伸ばして。言われるままに腕を後ろに回して浴衣を脱がされてもらう。今度はご自分の着物です。はい、もう一度腕を後ろに回して。なんだよ、なんか急になんかねえ、くっそ集合野郎っていうか、カズナなんか性格が変わってないか。確かに今までに比べて随分強気になったような。あ、だってあれ、あ、そういうことですか。あ、じゃあ、あの、もう事後なんですねこれ。あの、ま、あのカットにはなっていたけど、パソコン版と一緒と。あ、まあまあそういうことですよね。あの、そのようでございますね。するとカズナはもっと頬を染める。私、もうシュウゴさんの他人じゃないから。あらららら。だらしないシュウゴさんの面倒も嫌がらずにしてあげなくちゃって。なんてけなげな。そして上目遣いでこっちを見ている。なんとなく尺に触ったので、とりあえず一発頭を叩いてみた。シュウゴさん、いきなり何をするんですか。あ、ごめん、なんとなく。なんとなく。そんな理由で人の頭をポンポン叩くなんてひどいじゃありませんか。変じゃありませんか。おかしいじゃありませんか。そうだよな、本当にごめん。それもおかしいです。そんな簡単に謝るんなら、そもそもどうして私の頭を叩いたりするんですか。いや、なんとなく。だからなんとなくって何なんですか。いや、だから一人も食堂に降りてこないので、不審に思ったおかみが様子を見に来るまでの20分間、俺たちは飽きもせず不毛な争いを続けていた。何なのこれ、何なのよこれ。何見せつけてきやがってね。さて、旅館から電話をかけて光月圭一郎に面会の約束を取り付けた。圭一郎氏は散々渋っていたが、ユラ捜索の報告をしたいと伝えると、不詳納得してくれた。光月家に続く雪に覆われた田舎道。隣を歩くカズナを見ると、冷気に頬を真っ赤に染めて、白い息を吐いていた。なんだか、すまないな。きちんと理由も説明せずにカズナを連れてきたりして。え、今日の話、お前にとってはあまり愉快なものにはならないだろうからな。それは10年前の事件、部外者の俺と違ってカズナには辛い事実も出てくるかもしれない。シュウゴさん。しかしカズナは少しもためらわず、どんな辛い話だって平気です。私は本当のことが知りたいから。本当のこと？はい、10年前に姉さんに何があったのか、どうしてお父様はそれを隠しているのか。カズナはまっすぐに俺を見ていった。だから
守護さんは気に病まないでください。これは私が望んだことなんです。ああ、そうだな。そんな風にして戸惑いなく答えられるカズナの強さを俺は眩しく思った。着きましたね。神月機に到着して家の中に通される。ようこそおいでくださいました。神月涼子、カズナの母親が陰気に俺たちを出迎えた。まあ、カズナの母親って、まあ、義理の母親だよね。あの、ご無沙汰しています。カズナのおずおずとした声に、リョーコは無言でうつろな目を返すだけだった。どうぞ、高城様。こちらです。ああ。涼子は俺たちを静まり返った廊下の奥へと導いていった。高価な調度品が並ぶ光月家の居間に案内された。旦那様をお呼びします。無表情に頭を下げて涼子は部屋を出ていった。10日前に訪れた時と同様に光月家は死因として人の気配がなかった。これだけ大きな建物だというのに下働きの一人も雇っていないのか。周吾さん、気を悪くしないでくださいね。ふとカズナが心配そうに声をかけてきた。あの人のことか。別に何とも思わないさ。歓迎されていないのは分かっていたからな。はい、すみません。うつむいてしょんぼりと肩を落とした。カズナはあの人とも折り合いが悪いのか。俺はそっちの方が気になったけど。あ、いえ。カズナはますます困ったような顔になって。涼子さんは数えるほどしか顔を合わせたことがありませんし、涼子さん自身、私や姉さんのこと、あまり好ましく思っていないようなので。まあ前妻の子だからね。先ほどのカズナへの態度からも、涼子が、前妻の娘を疎んじているのが見て取れた。ふと嫌な想像が頭をよぎった。そんな家にユラは何年もたった一人で暮らしていたのか。ああ、そうね。そうか、そうだよね。はい。俺の言葉を聞いてカズナの表情が曇った。私がもっとお姉さんのことを気にかけていたら。多分俺とカズナはユラに対して同じ感情を抱いているのだ。それは後悔にも似た気持ち、罪悪感だ。それでもまだ間に合うよ。え？ユラを見つけて、もしも苦境にあったなら救い出して幸福にする。そのために俺たちはここに来たんだろう。カズナの瞳に正気が戻ってくる。はい、シュウゴさんの言う通りです。大切なのはこれからです。あ、と俺が答えようとした時。失礼、お待たせした。俺は黙って圭一郎氏に頭を下げた。さあいよいよですね。さて、
調査の報告だと聞いたが。圭一郎氏は不審そうな表情を隠さない。まあそりゃそうだよね。そして同席しているカズナにもいぶかしな視線を向けている。ええ、それもそうだろう。彼にとっては捜索の依頼など単なる狂言に過ぎない。こうして面と向かって報告を受けるなど予想外のことに違いない。だがこの10日間の調査でいくつかの事実が判明しましたので、構わずに俺は報告を始めた。上野の難民区域で光月由良に似た女が目撃されていること、その女はどうやら市の腕の幹部の女として暮らしていたという。また別の証言によると千里教という団体にも関わりを持っていること。俺の報告が進むにつれて圭一郎氏の表情は険しさを増していった。もう十分だ。突然俺の言葉を遮られた。私の報告に何か問題が？高城君。圭一郎氏は今今しげに俺を睨んだ。私は君に何と依頼したのかな。ご息女光月由良さんの捜索で間違いないと思いますが。それもある、それもある。今今しげにつぶやいてカズナの方を一瞥した。その女をユラさんと仮定すると最近2年間の行動はすぐに割り出すことができるでしょう。しかし問題はそれ以前のユラさんの足取りということになります。千里鏡にしろ死の腕にしろ、どうしてユラさんがそんな裏の世界に関わりを持つようになったか。その手がかりは10年前の事故、それからユラさんが失踪するまで5年間にあるように思うのですが。バカバカしい。くだらないことに興味を持つ男だな。大臣、君には関係ないと言っただろう。これは光月家の問題だ。部外者が口を。ふふふ、部外者でない人がいますね。するとその時。それではお父様、私には話していただけるんですね。カズナが立ち上がって叫んでいた。なんだと。私だって光月家の人間です。姉さんに何が起こったか本当のことが知りたいです。圭一郎氏が俺を睨んだ。高城君、君はもしかして。どうしてカズナがこの場にいるのか、その理由を悟ったのだ。ええ、申し訳ありませんね。俺は苦笑して肩をすくめた。もっと穏やかに聞き出したかったが仕方ない。情にほだされたと言いますか、カズナさんに全てを話してしまいました。貴様、よくも抜けるけど。お父様。俺と圭一郎氏の間にカズナが立ちふさがった。どうして、どうしてそんな私たちを騙すようなことを。黙れ、お前は引っ込んでいろ。圭一郎氏は激高して目を縛らせていた。いいえ、黙りません。お父様が本当のことをおっしゃるまで私は絶対に諦めたりしません。この一瞬のことで止める間もなかった。カズナの方がなった。ふらついたカズナの体を後ろから抱き止める。
光月さん、あなた、そこまでして触れられたくない秘密なのか。もういい。君のような人間を信用した私が愚かだった。依頼は撤回する。帰ってくる。憔悴した表情で圭一郎氏は出口を指さす。しかし俺はそれに従わず言葉をついた。10年前に流れた噂に一つ気になるものがありましてね。キツネ付きと言いましたか。どうやらユラさんは事故ではなく精神の病が原因で部屋に閉じこもっていた。いや、閉じ込められていた。そういう噂を聞いたのですが。くだらんな。人の噂なんてものに何の信憑性もない。しかし光月さんはしきりに世間の目を気にしていらっしゃる。しかし光月さんはしきりに世間の目を気にしていらっしゃる。圭一郎氏が不快そうに顔を歪めて黙り込む。笑い声が聞こえたのはその時だった。おっと、一人だけ蚊帳の外だった光月涼子が微笑んでいた。俺たちの争う姿をさもおかしそうに眺めていた。皆さんそんな必死なお顔して本当にもう。それまでの陰気さの反動なのか、道女のように無心な微笑みだった。ただ目の光だけが強く病的な輝きを放っていた。よっ、お前。旦那様、もういいじゃありませんか。お話ししてさっさと帰っていただきましょうよ。第一、あそこまで調べられたならどうせいずれバレてしまいますよ。涼子さん。おずおずとカズナが涼子に尋ねた。姉さんのこと何かご存知なんですか。いえいえ、大したことじゃありません。旦那様が己の私欲のためにユラさんを売り渡してしまったんですよ。ディ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 ーン。売り渡した。その瞬間、再び圭一郎氏が拳を振り上げた。黙れ、貴様。DV ですね、DV。カズナが絨毯の上に転がった涼子を抱き起こす。この恩知らずどもめ、余計なことばかりベラベラと。どうやら売り渡したっていうのが本当なんですな。圭一郎氏は完全に冷静さを失っていた。拳を握ってゆっくりとカズナたちの方へ向かう。光月さん、落ち着いてください。慌てて俺は圭一郎氏の前に立ちふさがった。圭一郎は完全に我を失っている。放っておくわけにはいかない。邪魔するな。この女どもに何をしようと私の勝手だ。ひどいね。やっぱり旦那様は理解が足りないわ。女には言葉を話す権利すらないのかしら。なんだと、この二人とも、いい加減にしてください。俺の怒声に一瞬部屋の中は静まり返った。いいですか、光月さん。俺たちは、ユラさんを探し出すための手がかりが欲しいだけです。決して口外はしません。光月家に迷惑をかけるようなことも。だから、お話ししていただけませんか。それに
半端に腹の内を探られるよりはご自分で話してしまった方が後々問題は少ないとは思いませんか。圭一郎氏は今今しげに俺を睨んでいる。絶対に口外しないな。お約束します。一度裏切られたからね、信用できないよね。まあ、まあ状況が状況だしな。圭一郎氏はなおも迷っている素振りを見せていた。やがて苦渋の表情でつぶやいた。あれは昔から君の悪い娘だった。とつとつと圭一郎氏は語り始めた。当時光月家は困窮していた。厨子の旧家とは名ばかりで定収もなく、先祖から継いだ土地を切り売りする日々。それを不服に思った圭一郎は、創生した長男に代わって光月家を継いだのを機会に、残りなんていうものかな、のごとき光月家の資産を集めて事業を起こした。紛糾し始めた大陸の情勢を睨んで、行軍の際に需要品、必需品となる医薬品の卸と流通。もちろんそれは何の後ろ盾もない若者がたやすく成功できる商売ではない。しかし圭一郎氏には勝算があった。当時の財界には、父祖の代から付き合いがある人間が多く、彼らは光月家に少なからず遊戯を感じているはずだった。うん。だが、そこで圭一郎氏は深いため息をついた。今思えば当然のことだが、協力してくれる者など皆無だったよ。うん。当時の屈辱を思い出したのか、圭一郎氏の表情が苦渋に歪んだ。用意した金を使い果たし、破産寸前だった。もう打つ手はなく、一度は諦めかけた。うん。はあ、そんな大変なことが。と、カズナがのんきな愛の手を入れる。お前、自分の家のことなのに知らなかったのか。お恥ずかしい限りです。そんなカズナを見て圭一郎氏は苦渋した。この鉄砲玉はその時にはもう家を飛び出していたからな。鉄砲玉。口では足用に言っているが、やはり本心ではカズナのことが可愛いのかもしれない。手元に置いておきたいからこそカズナの演劇にも反対し続けているのだろう。それではなぜ圭一郎氏は双子の姉であるユラをそれほどまでに疎んじるのか。そんな時だった。一人の青年が私の元に訪れたのは、うん、俺の疑問をよそに圭一郎氏は話を続ける。私どもにあなたの事業のお手伝いをさせてくださいませんか。青年は東京のある研究機関に勤める研究員だと自己紹介した。灰色の洋服を着た、物腰の柔らかい、ひどく印象の薄い青年だった。誰だっけな。あの人だっ
系かな。慶一郎はいぶかしく思った。以前自分は多くの、医学関係の施設を回ったが、その中に青年の言うような機関はなかったはずだ。それどころか名前さえ聞いたことがない。そうですね、私どもの機関は少々扱われ方が特殊でして、一般の方には存在を隠匿しているのですよ。そう言って青年はオーバーに肩をすくめた。それでは本当に取引をしていただけるのですか。いぶかしさよりも初めて商売が成立したという、喜びの方が勝っていた。もちろんですよ、光月さん。そこで青年は声を潜めた。ただ一つ条件があるんですよ。当方としてはそれをどうしても飲んでほしい。条件ですか。やはり来たか。慶一郎は内心でそう考えた。こんなうまい話がそうそう簡単に転がっているはずがない。はい、なんと言いますか、少々光月さんには辛いお話になると思いますが。青年は言葉を濁した。言ってください、私にできる限りのことはさせていただきます。慶一郎は覚悟を決めた。この救いの手を逃したら次はないだろう。すると突然青年は話の矛先を変えた。ところで光月さんには確か双子の娘さんがいましたね。青年は笑って言葉を続けた。特に上の娘さんには何やら不思議な力があるという噂。慶一郎は困惑した。なぜこの青年はユラのことを知っているのだ。そんな不審な顔をなさらずに、私どもの機関にはそういうものを専門に扱う部署がありましてね。そして再び青年は肩をすくめた。そうして集められた情報の中に光月由良さんの名前があった。まあそんな事情です。慶一郎は返答に窮した。脳裏に上の娘光月由良の姿を思い浮かべる。気味の悪い娘だった。動揺として焦点の合わない瞳、日々繰り返される意味を持たない上ごと、明るく健やかに育つ妹のカズナと対照的にユラの獅子がまとう空気は暗く忌まわしかった。彼女のうつろな目で見られて、見つめられるたびに己の中の義務感にも似た愛情が少しずつ冷めていくのがわかるのだった。なんかひどい話だね。決して表立っては口にしないが、いつしか土地の人間たちもユラを忌まわしい子供として、これなんて読むんだっけな、するようになっていた。そして何より、それでユラが何か。青年の答えは明快だった。ええ、端的に言うと私どもの研究材料に使わせていただけないかと。研究材料。それは中は予想していた申し出だった。すでに慶一郎の興味はいかに娘を売り渡す罪悪感から逃れるか、その一点に移っていた。その研究材料というのは。そんな慶一郎の内心を察したのか、青年は冗談めかして答えた。なーに、大したことありませんよ。ちょっと実験をするだけですから。そんな、それじゃ本当にお父様は姉さんを。
仕方なかったんだ。誰が好き好んで自分の娘を売り渡したりするのか。しかし私には立ち上げただけで先の見込みのない事業があった。返す当てのない莫大な借金があった。他に方法なんてなかった。悲痛な顔をして黙り込んだ。嘘ですよ。旦那様は勝手な方ですから。今こそこんな悲しいお顔してらっしゃいますけど、あの時は渡りに船とばかりに危機としてユラさんを。涼子。まあ怖い怖い、まあ怖い怖いと笑って涼子は口を閉じた。では10年前の事故とは。研究所が閉鎖するからとユラが送り返されてきた。その時にはすでにあれはどうしようもないほど壊れていた。泣き叫び、うなり、嘔吐を繰り返し、落ち着くまでに半年以上かかった。だからといって部屋に閉じ込めるなんて。家を捨てて東京で好き勝手に暮らしていたお前にそんなことを言う資格はない。そんな。気圧されてカズナが黙り込んだ。なるほど。それ以降、失踪するまでの5年間、リラさんはほとんどこの家にこもりきりだった。俺と出会った頃のユラは表面上は落ち着いているように見えた。だがそれは本当に表面だけのことだったのかもしれない。家族から見放され、近隣の者から恐れられ、当時のユラが感じていた孤独を俺には想像することもできない。ただどうして出会ったばかりの俺にユラがあれほど執着したのか、その答えの一端は見えたように思えた。そうね。まあこの話だと、パソコン版の出会いのシーンでも一応つながりそうな気はするよね。助けてもらった、優しくしてもらった、まあそんなことを当時のユラからしてみれば、家族でもそんなことしてくれる人はおそらくいなかっただろうからね。で、周囲の人たちは自分のことをこう忌み嫌っているし、家族からも疎んじられていて、そんな中で唯一優しくしてくれた、まあそんな感じだもんね。だからそう考えれば、パソコン版の出会いのシーンでも全然やっぱりオッケーなんだよな。この PS2 版のあの前回の非常に長いあの出会いのシーン、まああれはあれで分かりやすいっちゃ分かりやすいけど、まあね、PS2 版はこうということですよね。はい。その答えの一端は見えたように思えた。はい、そうですね。だとするならば、神月さん、その研究機関について、他に覚えていることはありませんか？失踪後のユラが頼るとすれば、その研究所の関係者ということになるが、まあユラ自身が自分で家を出たとするならば、まあ
そうね、つてがあるのはその研究所の人間しかないってことだよね。まあ少なくとも厨子界隈だと、まああまりにも光月家っていうのが多分有名なんだろうから、厨子周辺からすれば、ねえ、そう考えるとその研究機関の人間と接触するまあであろうということだよね、これね。うん、さあどうかな。奴らの接触は常に一方的だったから。何かありませんか。どんな小さなことでも構いませんので。そうだ。そこで圭一郎氏は一つうなずいて、奴の名前は覚えている。この話を持ってきたその機関の研究員という男だ。ほう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 。それは奈良橋一馬と言ったか。なかなか珍しい名前なので記憶に残っていた。ピリリリピリリリ、出ましたね、奈良橋一馬。おやおや、奈良橋、おやおや、奈良橋。それは確かに貴重な手がかりではあるが、それだけを頼りにして九段の研究機関を探し当てるのは正直期待できそうにない。しかし失踪した後のユラの足取りを探るにはどうしてもそれは必要になるだろう。ん？待てよ、奈良橋、つい最近その言葉を耳にしたような。おうおうおお、思い出しましたか。昨日の晩だ。脳裏に奈良の言葉がよみがえった。睦林坊は奈良橋家の家紋として有名だし、加えてかの家の家業は代々薬作り、つまり科学の都だったりするんだね。ほほー、出ましたね。つか、あれこんなすぐ出てくるんだっけ。あれなんかすんげー後の方だった気がしたけど、あ、なんかすげー直近の伏線だったんだねこれね。なんかこれでなんかいろいろと繋がってきそうな感じがしますよね。そもそも奈良橋家は代々薬作り科学の都だった。そしてその奈良橋という男、奈良橋一馬ですか、が所属する研究所で光月由良は実験材料に使われていた。はい、ってことはこれは新薬の開発にユラは使われていたということでしょうか。でその研究所は閉鎖されることになり、ユラは送り返されてきた。もうその時にはユラはもう壊れていた。でまあ落ち着きは取り戻したものの、ね、家族から疎んじられ、周囲の人間からは気味悪がられ、居場所がない、居場所がなかったんでね、はい、で唯一心を交わした周吾は戦争に向かってしまって、まあ彼女にしてみれば何もかも生きる希望がないという状況だったってことですよね、これね。そんなバカな、あいつの調べていたものと光月由来に何か関係があるというのか。なんかつながってきましたね。さあ話がなんか複雑に絡み合ってきましたね。
これはまた高城七視点ですか。7年前の逗子での出来事？あの程度の女からはいつでも取り戻せる。怖いこと言ってますね。あー、これはそうか、そうですね。はい、じゃあこの七視点のところが終わって今回終わりかな。おや、こんな時間に何の騒ぎかな。しかし、うわー、見たくねえなー。これほんと見たくないよね。え、見せるの？見せるの？いやー、これ見せらんねえだろ。いや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 。あー、止まった。止まった。高子くん。なんだと？はい、まさかまさかの、展開ですね。突然ね、唐突に、現れた新キャラクターである、綾崎貴子、はい、つい先日ねデートをしましたけども、まあ、彼女は彼女でまあいろいろとね、令嬢だからこその悩みを抱え、幼い頃にね、出会った、周吾に助けを求めたわけではありますが、まあね、ちょっと、心苦しいところではありますが、ちょっとその助けはね、ちょっと応じられないというか、まあね、選択肢がね、拒絶するとかっていうきつい言葉なのがね、ほんと心痛いところだったんですけれども、
まさかその綾崎貴子がどうなってしまったんでしょうか、というところで、はい、今回はこの辺りで、締めたいと思います。はい、いろいろと、今回ね、いろんなことが、分かってきましたし、なんか話がね、こう複雑に絡み合ってきたというところで、事件はまた一つ、違う、方向にね、舵切りしていくということで、はい、この後どうなっていくのか、こうご期待というところで、今回は終わりにしたいと思います。ここまでご視聴いただいた方、ありがとうございました。